お元気ですか僕趣味ですす。かございます今回はプロ野球カード総集編、えー、5回目はユニフォームカードなどのカードを紹介したいと思います過去にねあのー、上げているね、えー、カードもありますがその辺はご了承ください全部で2冊用意しておりますそれでは1冊目開、えー、げたいと思います現在中日ドラゴンズに在籍している 中田翔選手でございますで清宮幸太郎選手でございますで現在はですねユ、えーチューバーとして活躍している杉谷選手と現在は東京ヤクルトに在籍している西川選手でございますで現在は横浜 DeNA に在籍している太田選手と清水選手でございます で石川選手と太田選手でございますでこちらね宮西選手と上沢選手でございますこちらがね大体あの日本ハムファイターズの、ね、カードでございます上沢選手のカードで黒いのとこの白いのに分けられておりますはいでこちらがね西川選手と清宮選手でございます 清宮選手は白菜付きでございます。で、太田選手と宮西選手のユニフォームカードでございます。立、えー、選手と、えー、野村選手の、えー、ユニフォームカードでございます。で、こちらが上沢選手と万波選手のユニフォームカードでございます。この万波選手はね、これバッドカードだと思います。で、ここからね、 ファイターズ以外の選手のユニホームカードでございます。武田選手と牧原選手でございます。で、懐かしいね、オリックス・バファローズ時代のタフィー・ローズ選手とチー・オカダ選手のカードでございまして、オリックス・バファローズ時代の金子千尋さんとでこちらがね、まだオリックス・バファローズ時代の 山本義信投手のカードでございます。まだ背番号が34番だった頃のカードでございます。で、こちらもね、山本由伸選手のユニフォームカードでございまして、こちらね、隣はね、楽天にいた鎌田選手のユニフォームカードでございます。で、則本選手とでこちら、浅村選手のね、 ユニフォームカードでございます。で、次にですね、こちら、巨人のですね、えー、吉川、ね、直樹選手のね、これ、プリントのね、サインでございます。カードでございまして。で、こちらがですね、えぇ、ー、ヨイルダイナツのね、背番号31番の、これは、赤星選手のね、これはカードでございまして、 ヤクルトの山田選手と同じくね、ヤクルトの石川選手のカードでございます。石川選手はね、これね、ボールカードでございます。で、こっちがね、えー、横浜にいました、高城選手と、えー、村田選手、まだ横浜時代のね、時のカードでございまして、横浜のこれは牧選手。で、同じくですね、 えー、横浜の、えー、これはく桑原選手のねカードでございますはい同じく横浜のこちらね山崎選手に、えー、広島カープにねいました現在はね引退されましたけど黒田投手のカードでございましてでメジャーリーガーとですねこちらがですねちょっとね貴重ですので、ね、ちょっとね横画面でごめんなさい これ、ゴールドレイというカードでございまして、橋本選手でございます。こちらがですね、えー、郵送で送られる、ちょっとね、貴重な、あの、カードでございます、えー。私もね、最初触った時は、ちょっと重みを感じました。はい。で、一冊目終わりました。次、二冊目、やりたいと思います。 はい、続いて2冊目でございます、はいこちらね。清原元選手と高橋由伸元選手のボールカードでございます。楽天の浅村選手、ソフトバンクの柳田選手のこちらは、えー、ユニフォームカードでございます。最後に、えー、阪神の森下選手ですね、ちょっと縦画面します。 の、これは、えー、ユニフォームカードでございます。えー、2冊目は、えー、少ないですけど、これだけでございます。これからもね、どんどん増やしていきたいと思います。で、次はですね、えー、プロ野球チップスのね、えー、カードを紹介したいなと思っております。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。